はい、どうも。初、おばあばと申します。続き言っていきます。前回ね、ここの瓦礫がやっと、掘り除かれたので、新しい、くっついてますね。新しいエリアに。温室なの？温室だって。すごいね。プラスチックタンクだ。そうなんだ。プラスチックタンクっていうものを拾えるんだね。隅々まで探さないとね。何があるかわかんないもんね。ここも、じゅ、ね。新しい人がまだいるね。トラビス。革命でも起こすつもりか？それは大げさな言葉で、そこまでは言わないかな。残念だな。それがあなたの計画？もちろんだ。俺たちがすでに作り上げたものが見えないか？ここには再び、絵が満ち溢れるようになった。これは革命だと言えるんじゃないかな？靴の話をしているんだよね。そうだよ。シャベルを持って手伝うかできなきゃ出ていくんだな。私たちはコミュニティを形成してきたのよ。私たちの力を結集することができるかもしれない。話ばかりで大した仕事はしてない。君が持っているものを見せてもらう必要がある。誰もが計画したがっているんだからな。あなたの精力的なところいいね。私たちにできることを見せるよ。どうしたらいい？じゃあ、まず、瓦礫の片付けから始めたらどうだ？瓦礫を片付けるとき、上に生えている植物を傷つけないようにな。それらは移動させて、植え替える必要。瓦礫を片付けろと。三つでいいんだ。こっちサイドで寝てないからみんな来ないのかな。みんなが来ないね。植物倉庫か。あるね、タンク。布もある。新しい色のパイプ。未加工 CVC ピー。また人がいる。上も行けるの？広い。すごい素敵な花壇だね。植えるようになるのかな。シイラ。この収穫の時期にね、なんていうタイミングなんだろうね。何が言いたいのかよくわからないんだけど。
私が言わんとしていることは間違いなく分かってるはずだよ。私たちはあなたから盗むためにここに来たんじゃないわ。こういうやりとりは前にもあったのよ。すると植物が突然消え始めるのよ。私たちはここに来たばかりだけど、あなたはここに来て長いの？これ全部あなたが植えたの？植えた？私はいくつだと思ってるの？ヤシの木が育つのに何年かかるか知ってる？ここにある植物は何十年も前からここに生えているんだよ。ごめんなさい、そんなつもりは。黙り。お話は終わったと思ったけどね。果物や種がなく、ないといいけど。大目にいろいろあったんだろうね。でも拾えるものがあったら拾わせてもらうよ。なにこれ？お茶？本がないかな、本。本落ちてるよね、絶対。あ、設計図ガンマだって。わあ、またいい感じの設計図。ガンマのダブルルーム。の板、ガンマパーテーション。新しい植物の種とか、したりしないのか。そう。あ、本がある。GB で作りました。ミッション完了。そして、地ビール作り、こっちも。なんか2冊あった。そうか。3箇所瓦礫を取ればいいけど、全部きれいにしたいね。またいる。またいる。いる。なんか、ムービーが来るんじゃないかな。ここは生まれ変わったみたいだな。爆発の後、土壌が汚染されたと聞いてたが、ちゃんと自然がそれを解決してくれたようだな。私はこの場所には全く見覚えがないわ。ここは随分変わったよ。以前は人工的な自然があったんだ。人は常に物事を環境に適応させたがるからな。人が物事を支配したがるのはそれらを恐れているからだ。私はこの状態はとても美しいと思うけど、霊的な感じで。旅行者として鑑賞するのと一緒に生活するのでは違うからな。人は自分がコントロールできない力に絡め取られることを望まない。それはわかるけど、他に方法はないの？ああな、でも考えてみる価値はありそうだ。これで、小野さんと話をしたら、いい探索の方はどう？違うの？ここじゃないの？あれ？そしてあっちにもいるんだけど、マスクの人。あなたたち警察のことばかり言ってるけど、二人で警察を見かけたことないんだけど、あなたたちはみんなを怖がらせようとしているだけだと思う。俺たちはただ、唱えているだけだ。
わかってないな。以前予期せぬことが起こったんだろ。血の気のことを言ってるの？その通り。ことについてあなたが何を知ってるっていうの？この場にいなかったのに。当てようか。請求書が溜まり始めた。そして借金がかさみ始めた。支払いが追いつかなくなった。そうだろ？実によくある話だ。借金に支配されてしまうんだ。すごい、オートバグ治ってませんよ。これは違ったのかな？サウンドボックスモードの不具合修正って書いてあったの。これは違うんですかね？彼らが君の財産を望めば警察が来る。儲かるようになったら？またそれを奪おうと？警察を起こしてくる人がいるんだね、他に。他に誰か企んでる人が。警察がここに来ていないのは、誰もこの場所のことを気にしていないからだ。しかし、このゴミ溜めから何かを作り出せば、それも変わるかもしれない。ああ。目なのかな？この場所、新たなエリアなのにね、小野さんは反応しなかったね。そうかな？ギャラ金の山はシャレにならないだろ？私たちにできないことはないわ。だか。を見つけたので話しましょうか。よう、見つけたよ。地ビール醸造所の設立マニュアル。やった、そいつは素晴らしい。見せてくれ。今日実現するにはたくさんのリソースが必要になりそうだ。だけの価値はあるさ。みんなが集える温かい場所がなければ、どうやって信頼関係を築いていくか。で、ビール醸造所があれば、それができるって言うの？できるさ。何が必要？このマニュアルを見る限り、製のためのビール発酵槽と樽が必要だな。わかった。じゃあ、そこから始めよう。出来上がってます。さあ、準備できたよ。僕は、もう良質な IPA の滑らかな味わいを感じられるようだぜ。インできるのが出来上がったら教えてね。もちろんだ。この映像作業に数日くれ。何日後？やっぱり瓦礫を掘ってもらいながら、こっちは研究で早送りした方が早いね。完了した。瓦礫が取れたんですね。たんですね。どれどれ。こっちサイドのを全部取れば、OK だったんだ。それも瓦礫なの？ほんと？かぶってるね。だあるけどね。仕事熱心なんだな。それは尊敬するよ。私は子供の頃から大工仕事をして育ったの。家の家具は全部父と私で作ったものだったよ。すごい素敵だね、そういう家。そいつはすごいな。だから協力し合うっていうのはどう？力を合わせればもっと協力になれると思う。確かにそうだ。でも、俺は君のことを知らない。何も知らない。君はどんな信念に基づいて行動してるんだ？君の計画は？俺たちが大騒ぎをすれば警察が来てここから追い出されることになるんだぞ。この辺はうまく回避する必要があるわ。
また全てを奪われるようなことは許すわけにはいかないから。ああ、なんかおっかないね。最後の最後どうなるのか。どんどん気になってくるわ。二人とも？俺も同じだでもいいか？俺とシーラは仲間だ。あっちの子。シーラが君たちに加わることに同意するなら、俺もそうする。それまでの間、俺はここで仕事をするよ。なるほど。シーラか。シータさんはどうしたらいいんだろうね。いっぱい話す。サービスを説得しようとしていたんだろう。彼はいつも情に流されるタイプだからね。私がいなければ彼はここにはいなかっただろうよ。私たちはここに何かを築こうとしているだけだよ。自分たちの種も持ってるわ。ただ、私たちの知識の交換することはできないかな。種？あなたが持っているものを見せて。ああ、持ち歩いてくださいよ。どうだったっけ？保管庫。これらはすべて産業用種で大規模なアグリビジネスが特権を有しているんだ。私に言わせれば完全に馬鹿げた話だけどね。この種をまいているところを誰かに見られたら訴えられて、すべてを失うことになりかねない？なんでわかんの、そんな。少年たちは自分の縄張りにおしっこをするってわけ。私は野生の種を探しているんだ。野生の種。でもさ、じゃがいもの種は、種芋は自分たちで作ったやつだよ。野生の種を持ってきたら話をしてもいいよ。外来種の種は、ありますけどね。買ったらダメなのかな？外来種、あ、外来種の、買ったらダメなのかな？もう、落ちてなんかいないんじゃないの？種。ある。一個見つけたー。10個もあんの？ああ、分かりづらーい。種10個。種10個の問題が皆さん出てきました。手をください。タイム。やっぱり、一晩寝るとまた、この辺に落ちて。あ、落ちてる。どういうこと？日にちが経てばいいの？1日3個ずつ。4個。あと2つになったね。何？
ここ階段になってる。私掘れないんだけど。あ、レッドさんだけ掘れるの？なんだよ、マジで？あ、でも時間早送りできるんだ。なんだね。研究するものなくても早送りに使えるんだ、チェアは。ああ、やっとった。ああ、持ってる。消えんのかなあ、パーセンテージ出てますね。あと1個なんですよね。あったー。大変だったね。あ、そして。野生の種を見つけてきたよ。本気だとは思わなかったよ。類は十分に注意して集めることができる、できるだなんてね。この種が大切に扱われてきたことよくわかった？最善を尽くしたよ。ずっと工場内を漁ってたけど、漁ってたんだ。役に立つものを手に入れるためには慎重にならないと。この種と前にあなたが持ってきた種との違いがわかる？ほんのい。種だけでは分かりづらいだろうね。木を想像しないと。トラビスはあなたたちにチャンスを与えるべきだって言ってる。彼はあなたたちの中に何かを見出しているんだろうね。私もそう思うよ。でもまだ確信が持てないんだ。私たちも参加していい？うん、そうだね。少なくとも今のところはね。早く一緒に働きたくて仕方がないよ。ああ、まだダメなんだ。キラー、野生の種の意味を。参加になったんだね、シーラさんも。本で調べてみたんだけど、正式な定義は見つからなかったよ。そりゃそうでしょ。私が作った名称なんだから。そうなんだ。言語というのは、変幻自在であるべきもので、あなたが使っている言葉も、誰かが発明したものだよね。なぜ自分で新しい言葉を作っていけない？いけないなんて言ってないのにね。それに命を吹き込まなきゃならない言葉だってあるんだよ。大企業が種の著作権を主張し始めると、彼らは新しい現実を生み出すことになり、私たちは彼らの文化に同化せず、自分たちの文化を維持するために新しい言葉を生むことを余儀なくされるね。あなたはこの件について本当によく考えたんだね。うん、このコミュニティでの問題について議論したいと思ってるんだ。私たちの文化は消される危険にさらされているんだよ。同感。それが私たちがここに気づいているものの目的だもの。それを聞いて嬉しいよ。黙ってますね。出た。あなたの仲間のモンティって子に会ったよ。ああ、うん、いい子だよ。すごく賢いし。うん、すごく賢い子だね。感心したよ。小さいスペースでより多くの農作物を作る方法についてずっと話してたよ。
垂直農法を検討したらどうかって言って、この本をくれたよ。それがどんなものであるか想像できるけど、私たち食べ物に関してはうまくやってると思うけど。私たちはね、でも世の中の多くの人はそうではないからね。この辺りは食の砂漠で、何マイルも先まで新鮮な食べ物は見つからず、あるのはジャンクフードばかり。そう、子供の頃はファーマーズマーケットに行ったりしたけど、今はもうなくなってしまったものね。生鮮食料品の供給を助ける方法を考えないと、創造的に考える必要があるね。ね、同感よ。何から始める？まだこれの前のも作れてないの。モンティが言ってた垂直法、農法のシステムについて研究することから始めよう。もっと作業台とかできるのかな？なぜ CNC テクノロジーを学べないのかもわからないんだよね。まだこのアクアボニックステーション。あ、でもこれ作れるね。こっちに来て材料が揃ったので作れそうですね。で、今回はちょっと戻ってフィードバックループっていうミッションをしていきましょうか。ご視聴ありがとうございます。続きが気になる方がいらっしゃいましたら、高評価、コメントいただけるととても励みになります。すっごい人が増えましたね。皆さんも、ロッキーコモンライフを。Bye.